ームの端です。バトル足を取られた、前のめり、落ちません落ちません。とにかく前へ前へと進んでいきます。その兄の前に登場してきた弟高政、それを前進め、アニバーのファイナリストの長崎俊介、長崎ブラザースの弟。さあ続いてはバッティングリッチ、足を取られた、足を取られた、思わず危ないと声が出た。18回目の出場になりました。66センチ57キロ、11歳からモトクロスをやっておりました。バランスはお得意というモトクロスの A 級ライダー、バンジーブリッジを越えて続いて栄えある第1回のサスケファイナリスト。さあ進んでいくバンジーブリッジ、ゴムとゴムの間に足を取られながらも前へと進みます。さすがにヒーローだ、ひろみちお兄さん。子供たちの応援が、そして母親たちの応援が、平日の朝といえばひろみちお兄さん。前をあえて73番という早い順番で進んできた。あえて早い順番で己をこのファーストステージへ持ってきた山田勝美。助けのコースになくなるのは非常に寂しい。その武田俊宏は息子の一言で見事にこのサスケに戻ってまいりました。さあ前回大会のファイナリスト長崎俊介、弟が制覇したこのファーストステージ、兄が不覚を取るわけにはいきません。その分が長野飛んだ、全身全身長野誠、ほとんど問題にしません。この辺りも綺麗にステップを踏んでいる。こんなにいとも簡単にバンジーブリッジをクリアするのは初めてだ。